中島裕人です。この度はハッピーミュージックフェス開催延期となってしまいました、非常に残念なんですけれどもね、この今の世の中の状況を考えての決断だったということで、また次回ね、皆さんにこうお届けできるように頑張りたいなと思っているわけなんですけども、今回関西テレビの音楽イベントということで、僕も長年、そんな音楽イベント、ライブイベントの MC をやらせていただいていたわけなんですが、登場予定、ライブ予定だったアーティストの皆さんも本当に素晴らしい、皆様ばっかりで、僕も一観客としてもね、見たいなと思っていたアーティストばかりでした。超特急はですね、前にもイベントでご一緒させて、僕は一緒に踊らせていただいたりとか、そういうこともあったりしたんですけども、本当に観客を沸かせてくれるグループなので、そういうのを見たかったなと思いますし、あと桜坂ですよね。なかなか僕はお付き合いなかったんですけども、やっぱり僕の周りでも、彼女たちを見たいっていう、人の声をねよく聞いていましたので、そのねライブもまた、実現できたらなというふうに思っています。本当に今回いろんな、ラインナップで、例えば山崎育三郎さんとか、本格的なもう舞台で活躍されている、ミュージカル俳優の方の素晴らしい歌も聴けたのかなというふうに思いますし、あとそうですね、新人でいうとリンネ君が今回は登場する予定で、彼も本当に今期待の若手アーティストですので、そういう若手アーティストから、アイドルグループまで、そして本格派の、ボーカリストの皆さんとか、いろんなジャンルがあったので、本当にカンテレらしいというか、僕らがずっとやってきたイベントらしいイベントができたんじゃないかなというふうに思っています。そこはちょっと残念なんですけども、またね、ちょっとこう延期になったので、内容なんかも少しね、スタッフといろいろ相談しながら、思っていたこと以上のものが見せられるように頑張りたいなと思っておりますので、また開催決定が発表されたら、ぜひ会場に足を運んでいただきたいと思います。何卒よろしくお願いします。僕たちは超特急です。2号車赤井です。3号車亮です。4号車武です。5号車ゆきです。7号車たかしやって、この度僕たちが出演する予定だったハッピーミュージックフェスが開催延期となってしまいました。ちょっと悔しいですね。悔しいけど、そうですね、わかりましょうが、しょうがないですね。バンドハッピーです。僕たち超特急にとってもね、かなり久々のフェスだったんですよ。なんかすごい残念な気持ち、悔しい気持ち、いろいろありますが、でもちょっと逆に前向きになって、またお会いできる日がまたあるってことで、そうだね、終始じゃないわけ。そうですね、その日に向けて楽しんで活動していきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。僕たち超特急といったらやっぱライブが一番ですし、やっぱハッピーっていうことなんで、僕たちがね、もう絶対ライブしたらね、どこのアーティストよりもハッピーする自信ありますから。ゆうきさんね、自己紹介でも We are happy って言ってますから、入ってますしね。なのでこれは負けてられませんので、ぜひともね、次呼んだ時は、呼んでいただいた時は、めちゃくちゃハッピーさせていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。待って、呼んでいただいた時はってこれ決まってる、延期ですからね。延期決まってないみたいな。もしかしたらまた変わっちゃうの、出演者変わっちゃうの。決まってますから、分かんないから。お願いします。俺かもしんないの、俺たち分かんないから。嘘。ちょっとちゃんとスパート構えて、じゃあちょっとそれ構えて、だから出られるように頑張っていきたいなと思います。はい、皆さん楽しみに待っていてください。ということで、以上僕たちは超特急でした。俺たちはボーイズ&メンです。ハッピーミュージックフェスが延期ということでね、非常に俺らも残念、悔しい、はい、そうですね。今年はコロナで僕らもあんまりライブが、思うようにできてない中でこう出れるっていうことだったんですけれども、延期もこれはもうでも仕方がないことだったんですね。こればっかりはね、またしかも大阪っていうね、大阪、近いようでまだ遠い大阪ですけれども、名古屋からも ね、はい、恋しくて憎らしいですよね。楽しみに、逆にでも楽しみ増えたっていうことでね。そうだね、落ち着いて開催できる時にはそれが行きたいなと、ね、僕ら名古屋のグループなのに大阪府の曲あるからね。大阪をテーマにした曲ちゃってる。あれ歌いたい、あれ歌いたいなと思って。なんでって思うから、なんでって感じ、なんでやねんって感じ、なんでやねん。はい、ということで、また開催できる時は一生懸命暴れられるように今は力を貯めておきたいなと思います。はい、その時は皆さんハッピーに笑顔で会いましょう。以上ボーイズ&メンでした。バイバイ、バイバイ、はい。